先日退職した32歳学歴は専門卒、持ってる資格は現場系、二級自動車整備士、第二種電気工事士、危険物押収4類、ガスワーク溶接等、腰を壊したこともあり、管理職も目指しましたが、この資格では無理かなと。ひろきさんの配信で放送大学を知りました。大卒という資格を取るのが大事だとこれ、これからどっかに管理職に行けるか、32歳という年齢から大卒を目指すか、どちらがいいでしょうか。放送大学でおすすめな学部を教えてもらえるとありがたいです。あと全然関係ないですが、エレメントストーリーっていうゲームをやってみてほしいです。 知らないの。えっと学部どこでもいいです。あの要は大卒という資格があの取れればいいって話なので、なのであの自分がやりたいと思うそのあの要はその、うん、何でもいいからの興味があって続けられるっていう学部に行けばいいんじゃないかなと思います。うん、エレメントストーリソシャゲっすね。ソシャゲはあんまり僕手出したくないですよね。残念ながら入せ、はい、ません。